皆さんごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。質問1、 iPhone のスピーカーから出る音をその iPhone 内で認識して文字起こし翻訳してくれるアプリサイトってありますか？2023年1月7日、ということなんですが、これはワイワイ文字起こし、ワイワイプルーブ、UD トークという3つのアプリで可能です。しかしどれが一番精度がいいのかなと聞かれた場合、そういえば最近再調査をしていなかったと思い今回改めてワイワイプルーブイコールワイワイ文字起こしと UD トークと、また最近急に頭角を現してきた YouTube アプリ、この3つについて誤字脱字精度を再度比べてみましたのでご紹介したいと思います。なお今回は上川かおるさんの米軍のブラッドレー、ドイツ軍のマルダー、ウクライナ供与決定12分39秒を使用させていただきました。今回は専門用語、固有名詞が多く全般的な精度としては低くなりましたが、傾向としてはわかるかと思います。それでは早速行ってみましょう。 1. YY プルーブイコール YY 文字起こし、当文字数4975文字、うち誤字195文字、脱字35文字、精度 96.08%、 うち脱字精度 99.30%。 以前に起こっていた文字起こし1分前後に頻繁に発生するごそっとした脱字は完全になくなりました。しかしこのアプリの唯一の欠点とも言えるのですが、文章の開業時に1から数文字の脱字が必ず起こります。これが塵も積もれば山となるんですよね。脱字35文字はとても嫌な気分になりますね。 2. UD トーク、総文字数4958文字、うち誤字171文字、脱字14文字、精度 96.55%、 うち脱字精度 99.72%。 今回半年ぶりぐらいに使ってみました。以前は文字起こしの途中に不規則にごそっと脱字をすることがあり、これが嫌でもう使わなくなってしまっていたんですが、今回使ってみてなんとその欠点が完璧に改善されて脱字が全くなくなっていました。素晴らしいこれはもう全然別のアプリのような進化です。うん、早く言ってよいや今まで失礼いたしました。 3. YouTube アプリ、総文字数4775文字、うち誤字157文字、脱字16文字、精度 96.71%、 うち脱字精度 99.66%。 前回同様素晴らしい精度です。今回も UD トークや YY プルーブを超える精度となりました。これはもう間違いなく YouTube の文字起こしは進化したと断言してもいいですね。YouTube 側から何のアナウンスがないのが不思議です。なんで宣伝しないの？もはや世界一の文字起こしアプリと言っても過言ではないと思います。ただたまに動画をアップしてもなかなか文字起こししてくれない時がありますね。なので UD トークや YY プルーブイコール YY 文字起こしも手放すわけにはいきませんよね。以上です。